世界では新型コロナウイルスが猛威を振るっています。どの国でも、まずはコロナへの対応を最優先にせざるを得ない状況です。このような中、アメリカの原子力空母が現状運用停止状態となりました。実は、潜水艦での感染者も出てきているのです。考えてみれば、潜水艦などは密閉空間ですからね。コロナウイルスだけではなく、インフルエンザなどの感染症にも気を使う必要があるのは言うまでもありません。潜水艦は、その大きさを極力コンパクトにするのが重要です。ということは、乗組員には、ベッド1畳だけのプライベート空間が与えられるに過ぎません。しかも、寝転がるのが、せいぜいといった感じと言われます。そんな中に、多くの海自隊員が生活しているわけですから、一人の感染者が出てしまえば、あっという間に、潜水艦内に感染拡大を招いてしまうのです。ところで、コロナウイルスの発生源として、大々的に報じられた中国、武漢ですが、最近は、ゼロコロナ政策のせいか、感染者情報が出てきませんね。本当に少なくなったのか、出ても公表しないのか、後者のような気がします。でも、中国は人口が多いので、コロナによる死者がどれほど出ても、大して国政に影響はないんでは？という人もいますが、現在、アメリカの原子力空母が機能停止状態という隙をついて、台湾海峡へ何やら仕掛けているのも事実です。連日、中国の脅威にさらされている台湾をどうやって防衛できるのかも気になるところです。そういえば、中国の初めて建造した強襲揚陸艦で火事が発生して、最悪のシナリオになりましたね。この艦では、ストベルキでも運用するのでしょうか？火事から連想したのですが、オーストラリアの潜水艦計画も、もはや白紙に戻ったとか、キャンセルまではいかないようですが、計画が進んでいないことは確かなようですよ。では、ここからオーストラリアで建造するはずのアタック級潜水艦の話をしていきたいと思います。2019年7月、フランスでは、新型潜水艦であるシュフラン級原子力潜水艦が無事に進水式を迎えました。これによって、同艦を土台として通常動力型に変更する予定のオーストラリアが購入予定のアタック級潜水艦にもやっと進展が見られそうだと言われています。と言っても、このアタック級潜水艦計画は当初スケジュールより進捗は遅れています。計12隻の建造予定とはいうものの、建造経費は今や1隻あたり5000億円以上という巨額になっているのです。もはや実現すら危ぶまれているようです。オーストラリアが2016年、日本やドイツに潜水艦発注のコンペを開催したとき、技術に高評価のあった日本が選ばれるのではないかと期待が高まったものでした。しかし、中国の横やりなどもあり、選ばれたのはフランスでした。日本国内では武器輸出ハードルが下がった時期だったため、初めての武器輸出になるのではと注目を浴びたこともありました。このフランスの建造が遅れていることから、現在も一部には日本が逆転採用されるのではと喧伝する報道もあるようです。しかし、現実的にはその可能性は皆無と言えそうです。何と言っても、武器輸出の経験豊富な他国と日本とでは競争にはならないのが実情でしょう。海自の主力兵器である潜水艦は、オーストラリアへの提案にも上がった、そう、流型が
毎年一隻ずつのペースで建造されていて、次型の3000トン級もすでに寄港されているそうです。その意味からも、あえてオーストラリアに潜水艦を売り込む必要性は低かったとも考えられるのです。仮に日本に決定していたら、今頃どうなっていたのか、機密保持を考えれば、むしろその方が冷や汗ものだったのではないかとも感じられるのです。そもそも、フランスという国は、押しも押されもせぬ武器輸出大国、かつ、NATO の主要な加盟国でもあります。その反面、伝統的に、独自の兵器生産を行い、エジプトをはじめ、インドなどにも、多数の輸出実績を持つ国でもあるのです。特徴としては、アメリカと一線を引いた独自路線を持つことでしょう。ラファールなどの戦闘機は、アメリカからの輸入が困難だったり、高額だったりする国に導入されているそうです。武器輸出を人道的観点から否定するのではなく、ビジネスとして割り切るフランスと対峙して、潜水艦を売り込むというのは、今の日本には荷が重すぎたのではないかと思われます。反面、オーストラリアの潜水艦計画でなくとも明白ですが、必要な兵器を自国で生産できなければ、売ってくれる国から購入するしか方法がないということです。日本の場合、潜水艦や護衛艦などの艦艇は自国で建造していますが、次期戦闘機開発計画は存在しているとはいえ、戦闘機分野では自国での製造は厳しいのではないかと見られます。オーストラリアのアタック級潜水艦計画では、本当にフランス湾をキャンセルするかどうかはまだ不明ですが、仮にキャンセルした場合の選択肢は、ドイツからの輸入しかないと考えられます。折も、折2020年4月には、インドネシアが、韓国からの潜水艦調達計画を中止して、トルコからの調達に切り替えるのではないかというニュースがありました。興味深いのは、トルコが用意する潜水艦も、韓国と契約を交わしていた潜水艦も、大元は、ドイツの潜水艦に行き着くということではないでしょうか。トルコは韓国と違い、燃料電池式の非対機依存型機関を搭載した潜水艦を他国へ輸出用途で生産することも認められていますし、ライセンス生産分にインドネシアが傾いていると思われます。これが現実化すれば、インドネシアの行為が国際審議場から非難を受けることは、間違いないでしょう。しかし、相手が韓国ということで、ある意味、日本などでは多めに見られる傾向が強いようですね。インドネシアは、西側からも東側からも各種兵器を購入しているが、将来的には、このままの路線で大丈夫なのかと他人事ながら心配してしまいそうです。オーストラリアほどではないにせよ、新しい潜水艦を欲しがる国の調達には、少なからず、ドイツの影が見え隠れしているように思えますが、身のところどうなのでしょうか。歴史を学んだ人ならすぐわかりますが、隣国フランスとドイツは、かつて、何回も、直接の戦争相手になった過去があります。一時は、フグ大天の敵のような、険悪な関係にもありました。にもかかわらず、新型戦闘機や戦車開発においては、利害関係が一致して、共同開発プロジェクトを推進しているのです。こういった中で、オーストラリアが、フランスとの契約を破棄して、ドイツに乗り換えることになれば、フランスとドイツの関係にも、影響が出てくるのではないか。そちらも気になる部分と言えましょう。オーストラリアのアタック級潜水艦計画は本当に通常動力型潜水艦として進行するのか、
常識範囲を超えている調達価格に費用対効果も含め、改めて注目するべき時ではないでしょうか。世界ではコロナ対策が急務となり、米原子力空母が現状運用停止状態となり、潜水艦での感染も出てきている。潜水艦など密閉空間ではウイルスだけではなくインフルエンザなど感染症にも気を使っている状況だ。潜水艦での生活空間はベッド1畳だけのプライベート空間があるだけ、それも寝転がる感じだ。何人もの海自隊員が生活している。潜水艦での広がりは一気に拡大する。それにしても中国は人だけは大勢いるので、そんな状況下でも関係ないだろう。現在米原子力空母が機能停止状態で、台湾海峡から仕掛けてきているのも事実だ。台湾をどう防衛できるのかも気がかりとなる。中国といえば、あの初建造の強襲揚陸艦が火事となり、最悪のシナリオとなっている初の強襲揚陸艦でストベルキでも運用するのだろうか。疑問だ。火事で思い出したが、豪州の潜水艦計画ももう白紙か、そこまでではないのだが、進んでいないことが分かった。